60代の男性が今回のスクワットを行って2ヶ月でマイナス8キロおめでとうございます。今回行うスクワットの3種目を毎日3セットやっただけです。お腹の脂肪が減り、うっすら腹筋が割れたそうです。みんなもやりませんか？1セット45秒動いて15秒休憩があります。誰でもね、ゆっくりマイペースでできますから、頑張りましょう。まずは気をつけの状態から片足一歩前に出します。動きは大きい方で痩せますから手を加えます。船を漕ぐ感じでスクワットをしてみましょう。マイペースでいいですよ。かがんだら船を漕ぐ感じで動いていきます。動きが大きい方が痩せます。しっかり肘をね、引くことで背中、肩甲骨を使うことができます。背中はね、痩せ筋とも言われて、代謝を上げるために大切な、ね、部位が背中にあります。しっかり、ね、膝を曲げて引く、これをまずね3セット行っていきます。息を吐きながらですね、いいですよ。 OK、休憩がね、15秒あります。しっかりね、ゆっくり、水分取りながら、汗拭きながらやっていきましょう。はじめ15秒長いと思うけど、だんだん短く感じますから、いきましょう。2セット目です。息をしっかりね、吐きながら、やっぱりね、足がね、弱い男性、すごくね、多いです。上半身をね、結構力があっても足は弱いっていう人ね、やっぱお腹の脂肪つきやすくなりますから、足がやっぱり強くないと代謝がすごい下がってきます。やっぱ下半身のね、血流が悪くなるんですね。いろんなね、下半身の性的な悩みにもつながってきますから、頑張りましょう。息を吐きながら、OK、 あともう1セットやったらね、反対足になります。しっかり深呼吸をねしながら、休憩はしっかり取りましょう。この間もね、息が上がってるから脂肪燃えますからね。いきましょう、スタート。これをね、マイペースでいいので、慣れてくるとですね、しっかりね、しゃがむと下半身も鍛えられてきますから、まずはね、初日の人は少し膝がね曲がればいいです。まずはね、毎日継続してね、1日10分でもいいんで下半身を鍛えるってことはすっごい大事です。慣れてくるとですね、3回4回ってなってくると、しっかりねしゃがんでやってください。まずはゆっくり、はい、OK。 次はね、反対足でやっていきます。同じように、まず呼吸をね、戻しながら、水分を取りながら、よいしょ。さあ、反対足いきましょう。これだけでもね、やっぱり足が弱っている人っていうのは結構、ね、きついですから、まずはね、あんまりね、自分をこうやって追い込んじゃうと次の日絶対にやらなくなりますからね。まずはこの10分間動くってことが大事。毎日少しでもいいから下半身の筋肉を使うこと。下半身がね、強くなれば上半身もね、だんだんとね、こう使えてきますからね。しっかりまずは一番大きい筋肉からね、鍛えれば体力つきますから。OK、 呼吸戻しながらしっかり休んでください。もしね、きついよっていう人は一回止めてね、少し休憩してやってもいいと思います。まずはやることが大事。いきますよ、スタート。2セット目、やっぱり結構ね、こういった YouTube の動画って1種目ずつチェンジしていく場合が多いんですけど、やっぱりちゃんとね、3セット繰り返すことがね、ちゃんと筋肉を使うためには大事ですから、
もちろん動画見る人はね、一目ずつ変わった方が飽きないよっていう人も多いと思います。でも実際の真実をね、ちゃんとね、やっぱり3セットやっていくのがね、筋肉のためには大事ですから。いいよ、いいですよ、いいですよ。少し OK、 ゆっくり休みましょう。少しね、初めに使った足が疲れてると思いますんで、ちょっとブラブラねしたりして、その休憩時間使ってください。休憩も大事ですからね。さあ、ラスト、よいしょ。だんだんとじわじわね、体が熱くなってきますよね。これやっぱり背中をね、動かしてるからなんですよ。しっかりね、肘を引っ張って肩甲骨をね、動かす。そうすると姿勢も良くなるし、猫背が治ればね、お腹の肉もね、引っ張られますから。あとはね、猫背改善すると、ゴルフしてる方とかもね、すごくね、フォームもスイングも良くなりますから、姿勢からもね、お腹の脂肪もすっきり変わってきます。いいですよ。OK! あと一種目の終わりです。最後はですね、真正面です。手を振りながら、屈伸運動。こういう感じです。ちょっとお尻をね、突き出して、胸を張って、手を振る。この手を振ることで、足に負荷がね、かかりますから。だけど、手が、重みにもなるけど、疲れてくると、手をね、高く振ると、体が楽にね、上に持ち上がってきます。なので、この手を振ることで、追い込むこともできるし、助けることもできるんです。手をね、早くね、上に振ると体がね、上がってきますから。疲れてないうちは、負荷としてこの手を使いましょう。OK! よくできてますね。あと2回やったら終わりですよ。これをね、毎日やったらね、本当にすごい変わってきます。汗かきやすくなるし、いいと思いますからね。スタート。いいですよ、いいですよ。やっぱりね、足細くなってないですか。足がね、やっぱり男性で指でね、こうやって膝の上がね、届くよっていう人は結構細いですから、しっかりね、鍛えていくと体力、血流、いろいろね、太りにくくもなりますし、痩せやすくもなります。頑張りましょう。息もね、しっかり息をしっかり吐くと、お腹へこませる筋肉、腹横筋っていうのを鍛えられますから、いろいろ効果的にね、やりましょう。 OK、 よっしゃ。あともう一回やったら終わりですからね。これは毎日お風呂に入る前で、汗かいて汗流していいと思います。ラスト。いいですよ、いいですよ。もうね、今8種目 8セットやってますからね。素晴らしい。スクワットの回数にしたら何回よ。めちゃくちゃやってますよ、スクワット。鍛えられてますからね、マジで。これもね、やっぱり習慣になって楽になってきたら、もうしっかりね、しゃがんだら鍛えられますから、もう水平ぐらいまでできたらね、もう最高ですよ。初めのうちはね、少し膝が曲がればいい。まずは10分オクロですからね。 OK! はい、座りましょう。使いっぱなしは良くないですから、少しストレッチをします。足を曲げて、後ろに肘をつきましょう。ちょっと腿をね、伸ばしながら呼吸を戻してください。鼻から吸って、口から吐きましょう。はい、反対足にしましょう。やっぱ疲労をね、残して終わってしまうと、翌日ね、筋肉痛来たり、大変だなと思ったりしますから、必ずね、ストレッチ
体の高い男性多いですから、伸ばしましょう。 OK です。今度はですね、足の裏を合わせましょう。軽くね、膝を押さえながら前屈してください。ちょっと痛いなーってところでキープ。よっしゃ、いいですよ。はい、足軽く開きましょう。つま先を上向けます。膝をね、押さえながら交互に伸ばしていきます。楽にね、楽に。痛いよーっていう人もね、ちょっと痛いなーっていうのが慣れてきますから、やっぱ鍛えてね、ちゃんとこうやってストレッチもしていくと、下半身すごいね、鍛えられて伸ばされて血流上がって痩せやすくなりますからね。よっしゃ、 OK です。最後までできたよっていう人は、よかったらコメントで教えてください。何日目とかっていうのもコメントで記載していくと習慣にできますんで、まずは2ヶ月を目安にマイナス4キロぐらいを設定して頑張りましょう。